あれ？ねえ、なんか声がするわ。え？まさか、またさっきのアルケニモンが？いや、助けを求める声だった。この辺りから聞こえたが。助けを求めてんなら助けてやろうぜ。待ちたまえ。どんな相手かもわからないんだぞ。恩をあだで返されたらどうする？そんなこと言わないで、助けてあげようよ。うるさい！お前が口出しするな！助かりたかったら襲うな、とか条件つけてやったら？だったらもっと要求してやりましょうよ。食べ物をよこせ、とかどう？それじゃあ追いはぎじゃないの。あ、見つけた！テントモンだ。悪いやつじゃないよ。クモの巣に絡め取られてるね。かわいそうに。まずは助けてやろう。アグモン、この糸を切れそうか。助かった。いや、どうもおきに。ん？珍しいこともあるもんや。またって、はいな。ハンさんの後ろにいるやつよりエロ小さかったです。それってひょっとしてミュウ？いや、それがあの怖い歩きにもんに捕まってましてな。えらいかわいそうでしたから、月を見てちょちょいっと助けたったんです。そしたら歩きにもにばれまして。わて、それでミユは、その子はどうなったんだ？え？ああ、ちゃんと逃げ張りましたよ。なんかあれです、キラキラしたとこへ行き。そうか、教えてくれて。いえいえ、これくらいお安い御用ですわ。キラキラしたとこって？わてもあれや、なんちゃったらええんやろ。あ、それなら電波塔の上から見ればわかるんじゃない？そうだな、それなら早く登ってみよう。よし、やっと着いたぞ。いや、今更だけどさ、こんなボロボロのロープウェイが動くなんておかしく。メンテとかどうなってんだよ。誰がやってんだよ。おかしいだろ。校舎の水道だってそうだよね。何なんだろう、本当。今はそんなことよりミュウの行方だ。さっさと登ろうぜ。おい、どうなってやがる。周り中が海だと。おい、ここは山間部だったはずだぞ。これ島じゃん。やっぱ俺たちな、なんだかとんでもねえことになってきたぞ。お前たちの校舎も神社も全部見覚えある建物だってのに、位置も違えば地形も違う。どうなってんだ。嘘でしょ、何がどうなってんの。みんな修二さんが一番落ち着いてないじゃない。なんで海、なんで島なんだ。見覚えのない建物す。うわ、何あのキラキラ。なんか大きな輪が見える。あっちには鉄パイプだらけのでっかい。
異世界ってことでいいのよね。もう助けなんて来ない。そんなことないって。まだ悲観するには早い。やっぱりここは元きっと死が おい、しっかりしろ。リョウ、俺もあいつらもみんな死んでるんだ。だからママはここにいるんだ、きっと。おい、何を言ってる。落ち着くんだ。いいか、ここでこういった時こそ一人一人が自覚を。うるせえ。いった、殴ることないじゃないか。おい、リョウ、どこに行く。危ねえぞ。まずいぞ、リョウ。大丈夫、分かったんだ俺。ここにママがいる。ママ、ママ。俺。ああ。そんなにママに会いたかったのかしら。おーれ。この偽物、お前なんかママじゃねえ。俺を裏切りやがって。そうだよ、ママは絶対に俺を裏切らないんだ。いつだからさ、俺はもうすぐママに会えるんだ。ああ、何言っちゃってるのあんた。うるせえ。俺は今ママと喋ってんだよ。ママ、俺ずっと頑張ってたよ。早く会いに来て、ママ。あら、ダメね。この子壊れちゃう。きちんとした儀式をして生贄にするのが本当はいいんだけど、この世界に取り込まれることになるし。そうね、サイクロモン、いらっしゃい。はい。これ、殺しといて。簡単な。詳しい。それじゃあ、私は祭壇に戻るわ。なんだこれ。動くな。お前、ここか。奴はサイクロモン、怪力自慢の暴れん坊だ。デカさにビビっちゃダメよ。抵抗してる。だったら早く。キネモンがリョウをた。分かってる。絶対助けるから。ミユキとハルは。みんな。
も加勢しましょう。やる気、こいつのこと戦い、さっき亮を助けたいって、ここわかんない。さっきあいつの言うこと、あなたが仲間わかっていいと思ってやったのに、相手の気持ちになってとかわかんない。さっき大丈夫よ。さっき心のままに行こう。心さっき友達、ただ長…フローラも、これで私も行くわよ。オイラの番だね。ブレス。よし、俺が行こう。に勝つんだ。ディアトリモン、行こう。やっと私の番だね。おっと、俺の番だ。行かないと。私はバッチ
そうだ。あ？いや、生きて。え？お前かよ。脅かすんじゃねえよ、クソガキ。それが命を救った相手に対する態度？あ、お前が？バカ。まあ別にいいけどね。ああ、ガキに見下される覚えはね。お前。だからお前なんてどうでもいいんだ。化け物。助け。動かない方がいいよ。死ななかったとはいえ、あちこち怪我してるんだから。助けて。そうだ、スマホ。どうして現実世界に帰りたいの？ここには俺のタクマたちは、俺が気に入らねえんだ。何かっていうと俺を邪魔者。あいつら化け物従えて。だから俺は帰りてえんだ。大丈夫だ今に。ねえ、いつまで妄想のな。母親から連絡なんて来ないことは。ママはずっと病気で、俺、それが。ああ、そうか。ママは。そうか。ここは死後の世界なんだから。ねえ、ママ、いるんだろ？これは。もうダメだな。完全。ああ、来たんだね、君。でもちょっと遅かった。はあ、霧の中に。うわあ、ママ、やっぱり。見てごらんよ。君の大事な寮は、もう何も見えてないんだ。そっちに行けばいいんだね。
待て、待てよ。たくまさん、りょうさんはね、自分で大丈夫？ずっと助けられたはずなんだ。今日だけじゃなく、クネモンに心を開かなかったのも、毒愚門の脅威に震えてた時も、教室にいた時話し合い量、僕はタクマはどうしたか。弱音でも口でも何でもきっと何か、そもそも僕のしてきたことは正しかったのか。僕には何も。たくまの苦しい気持ち、苦しい。だってりょうが、なんかアルケニモンはまだ僕らを狙ってる。ミュウがいる遊園地にだって敵はいるかもしれない。ここが違う世界ならわからない。一体タクマ、あのね、タクマ、僕それみんなと力を合わせてでもなんだよそれ。僕 そんなことないよタクマ。ありがとう。なんだか、そう、おやすみ。おやすみ。
の子供を発見したのですが。